see. Tell him you got his keys, cause you thought he needed them, but he's not coming back again. So he's gone, leaving then. You won't see him again. It was convenient, but you won't be staying friends. And you know that, sweetie. やっと入ったんですね。お待たせしました。いらっしゃいませ。どうもいらっしゃいました。またまたいらっしゃい。こちらが板でございますね。わー、はい、すごい、はい。いいですか。はい、ちょっともう特別な板ですね。めっちゃこのまた木目。裏が裏表使える感じですか。裏表使いますね。で、まあパッケージング出した姿がまあこんな感じなんですけど。はい。はい、わすごい。はい。表裏の、素材自身はメラミン素材を、うん、プレスしてくっつけてます、はい、ただ、色づきのやつとこっちは、うん、ウォールナット柄のメラミン樹脂を貼り付けてるんで、あ、はい、そういうことですか、はい、で表面は、うん、このメラミンの板自身には、はい、指紋が非常につきにくい、あ、まあ、ちょっと、高級家具とかに使っているような、はい、素材を使ってるんで、はい、めっちゃサラサラしてるもん、はい、そうそうそう、すごく肌触りがいい素材ですね。でこのサイドの縁の部分はツルツルしてるんですけど、はいはい、これもウレタンで全部カバーしてるんで中に水入りとかはしないようにしてある、はい、あーなるほど、そうですね、すごい。木自身は、うん、バーチなんで、もともと言ったらそれ1枚だけで木目使って家具とか棚とか作れるんですけど、はい、それをまあ表面全部加工しちゃしまってるぐらい もったいない使い方なんですけど、はい、まあとこの横だけを使うっていう感じでちょっと厚めのある、はいはい、反りの少ない合板で作ったっていう感じですね、はい、なるほど、もうなんか層みたいになってますもんね。そうそうそう、ここそれが可愛いんですよね。可愛い、はい、可愛い、もうこっちがムックデザインワークスって書いてて、ここね、はい、はい、ムックデザインワークスってここに書いてて、裏はこうフラテリートさんの文字が入ってます。めっちゃ可愛い、ほんま。あ、じゃあこっちは糸田川さんが提案した黒、ってこと。そうですね、まあ、ほとんどはそのムックさんの野口さんという方が、まあ、デザイン的なことで言うと、もうこうしていきましょうとか、まあ、ネームを入れる場所とかも、あ、はいはい、うん、まあ、何もないよりあった方が、はい、まあ、ちょっとおしゃれな感じで仕上がりますよっていうことで、まあ、ちょっとアイデアをいただいて制作しましたね、はい、すごい、めっちゃ羨ましい、ね、ここにパイティアをって入れたいこれを作るとなると、うん、まあまあその板の大きさに、1枚 そのメラミンの板とかを全部買うんで、2、3枚っていう設定で発注ができなかったんですね。あ、なるほど。まあまあの発注数になるんで、まあ、おかげさまでちょっと値段を抑えれたっていうところも多分あると思うんですよ。あ、それはもうお互いに、はい、よかったなっていう話をしてますね。そう、思ったより安かったからびっくりした。これ何の板なんですかっていう話なんですけどね。そう、これはそう何の板なのか説明お願いします。はい、この大ビルのテーブルに、そうですね、合うような大ビルに合わせて作りました。合わせて、はいはい、いやこれぴったりね。そうですね、もともとここに来る、うん、はい、テーブルとしては、うん、オプションテーブルとしてこういう金のテーブルがあったんだけど、はい、まあ、金だけだとちょっと寂しいというところで、うん、まあ、もうちょっと、温かみのあるパーツないかなっていう話で、じゃあウッドでしようかっていう話をしたんで、でムックさんだから、まあ、1枚板のやつでやろうかなっていう話をしたんだけど、はい、どうしても反りだったりとか歪みだったりとか、まあ、テーブルで水気飛んだりついたりするんで、はいはい、どうしてもその悪くなる可能性が高くなるんで、うん、1枚板はやめようと。で、まあ、そこでじゃあ合板でもうちょっと見栄えよくしようと言った時に、はい、まあ、このメラミン板を使ったやり方があるんじゃないか。で、まあ、さっきの黒とは違う、こっち側にはめてもらえれば、はい、また色が変わってくるという。そうですね、全然雰囲気が変わって、ウォールナットが入るんで、はい、うん、やっぱり温かみが一気に増しましたね。木が入る
まあ、イメージ的に火が入るんで、うん、やっぱりだいぶ違いますね、はい、確かに、まあ、冷たさもだいぶ違うんで、あ、はい、ほんまや、そういう意味では、まあ、もちろんここの上で火を使ったりとかはダメですけど、はい、うん、そういう意味はこっち側でやってもらえるっていうのがあるんで、そうですね、はい、でお皿を置くみたいなね、そうですね、はい、いや、だからお皿を置いてもやっぱり木、木目が映えるし、これめっちゃ可愛い、そうですね、あのそれを目指して、はい、量産しましたね、さすがです、ぜひ皆さんに使っていただきたくて、オービルは、はい、もともと、まあ、日本国内のブランドさんじゃなくて韓国のブランドさんなんですけど、まあ、こういうスチールのテーブルベースに、まあ、パンチングでこう穴開けて軽量化を図りつつ、まあ、だから使いやすさと軽さを両立させるテーブル、はい、でアレンジをすごくたくさん作ってて、はい、まあ、これは今回私のカスタムで作ったんですけど、はい、それ以外でいくとこのテーブルをサイドからもう一枚延長させるようなテーブルであったりとか、はい、同じ高さのテーブルを連携させるテーブルだったりとか、うん、まあ、こういう感じで例えばこれだったら1枚置くことによって下に物を置けるトレーを置く場所だったりとかを設置できるものであったりとか、はい、すごいカスタムにも特化したテーブルで、はい、だから遊びがいのあるテーブルになってますね、自分好みに育てていく感じの、はい、もうオプションを追加して、そうです、だから複数の、オービルが集まればだからコックピットみたいな感じにすることも可能ですし、はい、かっこいい、やっぱ黒で統一されてるんですか、そうですね、黒ですね、はい、いや、かっこいい、ブラックキャンパー全てこういう、はい、ちょっと、粉体塗装というか、あ、はいはいはい、強めな塗装が効いてるんで、うん、はい、すぐ錆びてきたりっていうことはないんで、あ、はい、なるほど、めっちゃかっこいい、これで揃えたらブラックキャンパーも燃え、そうですね、ブラックキャンパーです ね、 ね、間違いなくね、間違いなく、はい、で、まあ、そこにちょっと高一点という割でこういう金を入れてもらえたら一番ありがたいなという感じですね、はい、これはもうたまらんアイテムですね木目もやはりこれ本当の木から、うん、あの一枚もんから取ってあの転写してるプリントなんで、あの一枚一枚うちにある在庫も違うんで柄が、そう今4つ見て並べてみたけど、はい、全然そうですね、違うこれだから購入後予定いただいてる柄はこの柄になってるんで、はい、やはり木目が違うっていうのが違います、はい、これ選ぶ時も楽しい、そうですね、うん、自分の好きな柄っていうの多分あると思うんで、うんうん、はい、自分好みの柄も選べて、そうですね、はい、ここら辺はムックさんが得意とするところですね、そうですよね、はい、あのシェードといい、そうですね、めっちゃ迷うやつ、まあ、迷ってる時間も楽しいけど、そうですね、でもこれはそうですね、まあ、このテーブルとして使える、まあ、板を作ったんですけど、まあ、あまり値段が高すぎると、うん、やっぱりその取っかかりが難しすぎるんで、うん、まあ、どこまであのクオリティを落とさずに落とし込めるかっていう話をしてて、あ、はい、まあ、なんとか4000を切る、うん、ギリギリ切る価格、はい、いや私想像してたよりめっちゃ安くて、はい、よかったと思って、ありがとうございますこれはあの違う木目も試したいって思ったら買える、またそうですあの、まあ、こいつをさらに延長とか形をさせるときに、はいはいはい、あの穴の開いた延長とかいろいろオプションが出てるんで、あ、そういったものをしてもらえればよりまた遊びは増えます、確かに、はい、まあ、今回はこのウォールナットでいきましたし、今後また違う柄を出すかもしれないんで、あ、まあ、その時はその時でまた遊びが増えると思うんで、ほんまですね、はい、明るい色とか、そうですね、試作はいろいろしてはいるんで、はい、そうなんですか、はい、また楽しみ増えてしまった、はい、新たな沼ですね、ぜひぜひ、また、はい、まあ、このまま下にこいつが設置、まあ、オプションのこの設置が下ままで使えるような状態になってるんで、うん、はい、これも一つの特典というかメリットですね、うん、はい、それも目指したんで、隙間をちょっとずつ、まあ、無駄な大きさを上げずにギリギリの隙間を開けて使えるという、これぐらいの隙間やったらお箸も落ちませんもんね、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、タレがちょっと垂れるぐらいなんで、はい、まあ、こっちいったら全部垂れちゃうんでね、あ、はい、そうですよね、はい、大丈夫です、はい、いや、これはもうテーブルも一緒に買っちゃいましょう、行きましょう行きましょう、はい、買っちゃいましょう、行っちゃいましょう、もうこれは買うしかないまあ、希望通りね、黒に変えたいときは黒にしていただければ、はい、ブラック化もできるんで、全然、パパティアオさんも大満足の一品やと、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、そう言っていただければ、これはもうパイティアオのために作った
ったわけでは、わけではない。そうっすね。パイティアのためにもあるっすね。はい、望まれたとおり。黒やったから、あ、ここパイティアなんかなと思ったら、どっかに模様掘らなかった。そう、ほんまや。これはもう、買っちゃいましょう。はい。また見に来ていただければね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、お会計お願いします。はい。なんか、うん。小物たちがペペチャレンジ、小物たちが釣りました。そう、小物たちがそう、一緒にどうですかって。じゃあ一緒に帰るかっていう話はい。で、私はペペでペペチャレンジチャレンジします。今ペペ祭やってるからね。3等しか当たったことないんですよ。3等も当たったことがない。僕には羨ましい。でも安い時にしか当たらんっていう。はい、1、9、5、3、0。はい、行きます。いけ、ペペペペ行きます。お、チャズレや、ほら。絶対な、マンゴーエンドギーな、ハズレやね。まあ、そんなもんですよね。そんなもんですよね、うん、まあ、当たれば、ラッキーぐらいやね。了解です。ポイントもつくし、伊藤さんはいいわ。これをきっかけに皆さん、ムックさんのテーブル、なんていうんですか、カスタムテーブルトップですね。あ、カスタムテーブルトップ、ぜひぜひお買い求めください。たまりました。わ、たまったね。またたまったね。また来なあかん。まあこれなくても来んねんけど。すんません。それではありがとうございます。ありがとうございます。すいません。また動画見ます。ありがとうございます。皆さん、株式会社さん、ありがとうございます。皆さん、ぜひエスカルゴマット、めっちゃ寝心地最高なんで買ってください。